ソルテアは、イングランドのウェストヨークシャー州、シティオブブラッドフォードにある、ビクトリア時代のモデルビレッジである、エアガワトリーズリバプール運河の流域にある。この町は、ユネスコの世界遺産登録物件であると同時に、ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントの一つでも、ある。ソルテアは、解明的な資本家サー、タイタスソルトによって1853年に、建設された。 ソルテアという町の名前は、ソルトとエア川を組み合わせたものである。彼はブラッドフォードで5つの工場を経営していたが、それをすべてこの地に移転、集約した。その目的には労働者たちの処遇を向上させることや、運河や鉄道による地の利を生かして、巨大な繊維工場を作ることが含まれていた。彼は建築業者として、ブラッドフォードのロックウッドモーソン社を雇った。ソルトは、 ブラッドフォードのスラムよりもずっと上質で小綺麗な石像家屋を労働者たちのために建ててやり、水道のある選択肢、学校、教会、集会者などの生活に欠かせない施設はもちろん、所管や読書室、コンサートホール、ビリヤード場、科学的な研究室、スポーツジムなどを備えた、娯楽、教育施設も建て、施設給品員、村民向けの再園、公園、 ボートハウスなども整備した。1872年から1873年。改修派協会、タイタス・ソルトは1876年に没し、改修派協会に付設された霊病に葬られた。さらに、ソルトの息子も亡くなると、村はパートナーシップに引き継がれた。そのパートナーシップには、ハワース出身で12歳から、村の工場で働いていたジェームズ・ロバーツも、含まれていた。 彼は毎年ロシアに行き、ロシア語に堪能だった。彼はソルテアを保有することになったが、ロシアに過剰に投資していたため、ロシア革命でいくらかの損害をこむった。また、彼はリーズ大学にロシア講座を寄贈した。彼は T.S. エリオットの詩、アレチでも言及されており、没後イーストサセックス州のフェアライトに埋葬された。2001年12月にソルテアは、 ユネスコの世界遺産に登録された。これはつまり政府がソルテアの保全の義務を負ったということである。村は確かにかつての姿を従前に保ってはいるが、エア側の警告は東西交通の用路であることから、交通量の多さによって所々傷んでいる部分もある。また、蛮行によって荒らされた公園の修復も要請されている。村の建造物群は個別に、 重要文化財建築に登録されており、特に改修派協会の教会堂は保護レベルが最高になっている。ソルテア自体も当然、保全地域である。かつて娯楽、教育施設だった建物は、ビクトリアホールと解消され、ビクトリア町リードオルガン博物館がホール内に開設されているほか、集会、コンサートなどに使われている。ソルテアフェスティバルも開催されている。これはもともと、 ソルテア海村150周年を記念して2003年に開かれたものだが、以降毎年9月に11日にわたって行われている。ソルテアは、他の世界遺産物件などと同じく、世界遺産としての空間的コンテクストを守るために、周辺に干渉地域が設定されている。しかし、この干渉地域を通るバイパスの計画が、ブラッドフォード議会とアクションエアデールから発表された。 合わせて、ソルテアの村自身に似つかわしくないトンネルを掘ることも発表された。見るからの見晴らしの範囲内で、トンネルに付設された鉄道が走り、改修派協会の裏手から出てくることになるのである。そして鉄道は、リーズリバブル運河を並走し、保全地域に大きなインパクトを与える可能性が高い。計画されているルートは、古い半自然の森林庭園や、 ナブウッド墓地の森林庭園にも影響を及ぼすことになる。ソルツミルは1986年に創業を停止し、翌年に複合施設として生まれ変わった。現在は商業、レジャー、居住用などが組み合わさっている。メインの建物に入っているのは以下のものである。運河を挟んだ向かい側には地元の国民健康サービスの事務所と居住区画に分かれている新工場がある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。